こんにちは。スタンピングアップデモンストレーターのゆきです。今日はこちらのミニミニボックスを作っていきたいと思います。こちらカバーを外しますと、このようにギフトボックスパンチボードで作ったボックスになっています。こちらのミニミニボックスなんですけども、ギフトボードパンチボックスで作れる一番小さいサイズのボックスが通常 S サイズなんですけども、この S サイズよりも一回り小さいサイズのボックスになっています。それでは早速作っていきたいと思うんですけども、ちょっと事前に準備をしたいと思います。和紙テープを用意していただいて、先がとんがった二等辺三角形になる感じでハサミでカットします。ギフトボックスパンチボードの左下にスタートラインがあるんですけども、こちらの S のライン、この S のラインの上側4分の1インチ、約6ミリのところに印をつけていきたいと思います。こちらの S のラインの上側4分の1インチ、6ミリのところに先ほどカットした和紙テープをつけていきたいと思います。こんな感じでですね、和紙テープで印をつけます。今日使用するペーパーですが、ローズレッドカードストック、横と縦が4インチ角、センチで言いますと、10.2センチ角のペーパーを使います。それから、こちらのデザイナーシリーズペーパースタック、ラブブロッサムのペーパーを使っていきます。こちら6インチ角のペーパーになっていますので、長さは6インチのままで、木と幅をボックスに合わせた幅でカットして使っていきたいと思います。このように6インチの幅のままで、横幅を1と4分の1インチ、約3センチにカットしたペーパーを使います。1インチぐらいの幅のあるカードストック、チョコレートチップブラッシングブライド、チリコブラのカードストックの端切れを用意していただけるといいと思います。それではボックスを作っていきたいと思います。先ほど和紙テープで印をつけたところにペーパーの左端が来るように、セットしていきます。ペーパーを、先ほど印をつけたところでセットして、パンチ、そして縦と横にラインを入れます。これを、この各辺繰り返していきます。ラインを引いたら、こちらの三角の部分に、こちらと同じようにパンチをしていきます。このようにパンチします。次に、この部分に斜めのラインを引いていきたいと思います。ラインが引けましたら、こちら
反対側のパンチで、この蓋の部分をパンチしていきたいと思います。このようにパンチしました。それではこちらを組み立てていきます。今日はスティッキーストリップを使って、貼り付けていきたいと思います。これで完成です。このミニミニボックスの中に、こちらのスーパーで売ってるこういう四角いチョコが4枚入ります。このようにフックをかけて蓋を閉めていきます。このように蓋をします。それではこちらのペーパーでカバーをして作っていきたいと思います。このようにちょっとこうゆる若干ちょっと余裕があるようにボックスにペーパーを巻きつけて、このように跡がつくと思いますので、そちらを折っていきます。あまりきつくすると、カバーが、外しにくくなるので、若干余裕を持ってカバーを作ります。このように折ります。スネイルアドヒシブでつけていきます。このようにカバーを作ります。こちらのハートの部分なんですけども、このサークルカード台のハートと、こちらのハートコレクションの、一番小さいハートを使っています。今日使っているスタンプは、バナーバンタースタンプセットの、ジャストフォーユーを使っています。ピンクピルエットのカードストックの端切れにローズレッドのインクでスタンプしていきたいと思います。このようにスタンプしました。こちらのスタンプしたペーパーをハートコレクション台の一番小さいハートでカットしたいと思います。このようにカットしました。次にチョコレートチップのペーパーを、サークルカード台のこちらのハートでカットしていきます。このようにカットします。こちらの小さいハートですけども、こちらのハートボーダーパンチでカットします。チェリーコブラーカードストックをカットしていきます。このようにカットしました。カットしたハートをスネイルアドヒシブでくっ
つけていきます。ちょっとずらす感じでくっつけていきます。こちらのハートもくっつけていきます。このように貼り付けます。カバーにハートを貼り付けていきます。このように貼り付けます。最後にこちらのベーシックジュエルラインストーンの一番小さい、ラインストーンを小さいハートにつけていきます。このように貼り付けます。これで完成です。こちらのミニミニボックスなんですけども、このようにカバーをつけて一つのボックスだけでプレゼントしても可愛いですし、このように3つのボックスを重ねて感じで、このちっちゃいハートで、取っ手のように見せて三段チェスト風にしてもとっても可愛いと思います。こんなハートのタグをつけています。こんな感じでラッピングしてみても可愛いと思います。今日はバレンタインが近いということで、このようにハートマークにしてみましたけれども、このようにですね、ボックスのペーパーの色を変えたり、デザイナーシリーズペーパーの柄を変えたり、こちらのパンチを変えてみたりして、ちょっとしたお裾分けなんかにも使えてとても便利だと思います。ギフトボックスパンチボードを使って簡単に作れますので、皆さんもぜひ作ってみてください。それではまた、バイバイ。